はい、エビチャンネルです。今日は1200メガヘルツ帯のアンテナの比較をしてみたいと思います。現在、使用しておりますアンテナはダイヤモンドアンテナ X6000 2メーター400、1200のトリプルバンドの GP です。このアンテナを15メーター配のタワーの先端に設置しております。宇部市のローカル局が日曜日、毎週日曜日に、ロールコールをやっていらっしゃるので、それをワッチしておりますが、今 X6000、ほぼ、S というか音声も聞こえておりませんね。ちょっとアンテナを変えてみましょう。はい、アンテナの方を変えてみました。おそらくキー局のアンテナは位置は変わってないと思います。 S の方が5、ピークで5、領海度の方は領海度の方も5、5-5ぐらいまで上がっておりきました。今使用しておりますアンテナはラディックス RY1200-7 という7エレのヤギアンテナです。全然信号と領海度の方が変わってきました。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございました。ラディックスのアンテナはこちらのアンテナになります。JO4GHW です。よろしくどうぞ。了解しました。 JO4GHW です。こちらは JR4GHW。こちら固定と言われている局は、多分市内のローカルさんです。宇部市のキー局の方が、おそらくアンテナの設備の違いで強く入ってきております。JK4UAO Calling You。 JK4UAO、 こちらは JO4GHW です。大江さん、おはようございます。コールありがとうございます。ちょっとアンテナ行き過ぎちゃいましたね。こちらには今5555ぐらいで入管しております。本日よろしくお願いいたします。 JK4UAO、 こちらは JO4GHW です。どうぞ。はい、村瀬さん、おはようございます。はい、先ほどまでね、聞いてたら55ピーク55ぐらいでね、入ってたんですけども、今51で入管しております。領海度の方はね、はっきりと来ておりますんで、大丈夫です。それと今日はいつもの GP アンテナじゃなくて、ラディックスの7エレのヤギ、移動運用とかで使えるようなね、ヤギをベランダにちょっとつけて運用しております。やはり全然こちらの受信の感じが違いますね。JO4GHW、JK4UAO、抱負固定です。どうぞ。了解しました。JK4UAO、こちらは JO4GHW です。抱負固定から5151のレポートありがとうございます。今日は7エレのヤギをベランダに半固定という感じですかね。仮に設置をされてということです。はい、グリーですね。またそういうのを、モービルに積んでですね、いろいろこう移動運用とかね、また計画をされてるのかもしれませんのでね、またその時はぜひお会いでよろしくお願いいたします。なんか最近見たらフリーライセンスの方最近なんかね、始められたような、画像を見た気がしますけれどもね、私まだそちらの方面には全然ね、手が出てないんでね、ちょっとね興味はあるんですけどもね、なかなか表になっておりませんけど、はい、時々そうやってね画像を見させていただいております。お声掛けありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 JK4UAO、 こちらは JO4GHW です。どうぞ。はい、動画ご覧いただいてありがとうございます。はい、ちょっとねこの間
岩国市の方でやってみたら初めてつながりましたね。なかなかお相手がこの近くにいらっしゃらないんでね、遠くまで出かけてやっとのことでファースト QSO になりました。はい、もしよければ今これもね動画撮ってるんで、村田さんと私の当局の会話効果動画でアップしてもよろしいでしょうか。 JOGHWJK4UAO です。どうぞ。了解しました。わかりました。はい、それは構いませんので使ってください。よろしくどうぞ。はい、ありがとうございます。拙い動画ですけれども、すいません。ありがとうございます。助かります。それじゃあまたね、FM 時間があれば出ようと思いますので、よろしくお願いいたします。JOGHWJK4UAO でした。ありがとうございました。どうぞ。了解しました。JK4UAO、こちらは JO4GHW です。はい、じゃあまたね、動画仕上がったらね、またぜひアップされてください。ぜひね、拝見したいと思います。ありがとうございました。JK4UAO、こちらは JO4GHW、失礼します。はい、ありがとうございました。73、失礼します。はい、ありがとうございました。じゃあマイクこちらでお願いします。GHW、宇部市キー局です。ちょっと QSB 激しいですけど、なんとか取れました。ピークレイ5555、ピークレイ5555、ピークレイ5555、QSB 激しいです。どうぞ。はい、ただいま、X6000、3バンドの GP アンテナでワッチしております。キー局のアンテナが60度ぐらいということですが、この角度だと、J4GHW です。レポート5858、5858と確認しました。ちょっと QSB 激しいですけどね、なんとか FM を取れて。はい、ありがとうございました。マイクこちらでお預かりします。山口方面1200ロールコール、J4GHW 宇部市受信します。どうぞ。はい、ただいま。ヤギアンテナの方に変えましたが、このキー局のアンテナの角度ですと、ヤギよりも GP の方が S の方振ってますね。QRZ、QRZ、今呼ばれた方、再度コールいただけますか。こちらは JO4GHW 宇部市です。どうぞ。了解度はヤギも GP も、ジュリエットエコー、ピークレイ5757、ピークレイ5757、ピークレイ5757、QSB がかなり激しいです。林さん、はい、ということで、今日は 1200MHz、ロールコールでアンテナの聞き比べをしたよという動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。